けで今日はですね、泉佐野市にある岡村んというドッグランにやってきております。ここでですね、岡ジャックというジャックラッセルばっかりのイベントが行われているということで、ただいまですね、絶賛自己紹介中でございます。まあ名前なんかはね、遊んでるうちに適当に覚えるんで、もういいかな。よし、じゃあ行ってみましょうか。行くでー、よいしょー。とりあえずね、一旦わけもわからず走り回ってみるというのが僕のスタイルです。そしてこちら、グレーのシャツを着ているのがランちゃんですね。ランちゃんは8ヶ月ということで、僕より何ヶ月かわからんけど後輩ですね。というわけで、ランちゃんにジャックラッセルの何たるかというのを叩き込んでいきたいなと思っております。行きましょうか。はい、ランちゃん遊ぼうかね。きあれ、ちょっと待って待って待ってな、君なかなか激しいね。ちょっと待ってて、僕まだ喋ってる途中やから。あ、いや、ちょっと行くで。ジャックラッセルバー、もう全然喋られへんかな。もうむちゃくちゃやな君は。あら、ランちゃん何やらシャツを脱がされてますね。この隙に匂い嗅ぎまくったろ。へへへ、こうなったら僕のもんやからね。へへへ、容赦せえへんで。あー、ちょっと待て。そして続いてこちらはですね、きなこちゃんのお家に新しく家族としてやってきたモナカちゃんです。モナカちゃんはモナカちゃんでね、今日ドッグランデビューということで、モナカちゃんにもですね、僕からジャックラッセルとは何たるかというのを叩き込んでいきたいと思うんですが、いいですかモナカちゃん、準備できてますか。はい、モナカちゃんいいですか。こういうのがね、置いてあるから、ここでしっかり水分補給してくださいね。はい、飲んでや。あれ、なんか様子がおかしいな。あら、あかんがな、モナカちゃん、うんこしながら歩いてたんちゃう今。しまった、先輩としてまず言わなあかんことは、うんこしながら歩いたらあかんよということやった。うんこはうんこ、歩くは歩く、これはほんまに分けなあかんからね。せやないとね、周りの大人が大騒ぎしてね、今手分けしてうんちを拾っておりますね。うん、大変なこっちゃでほんまに。君のパイセン、そのチンアナゴのぬいぐるみ、いい感じですね。ちょっと貸してもらえませんか。飽きません。後輩の立場っていうのはなかなか難しいね。見た今の、ああいう風にパイセンに頼むときはしっかり言わなあかんねんで、大概無視されるけれども、な、わかった。まさかやけど、君も僕のこと無視してるんちゃうか。あ、これはランちゃんが兄貴に撫で回されとるね。出ましたね、兄貴はね、誰かれ構わず寄ってきた子を撫で回す、そういう癖がありますから。まあランちゃんもまんざらではなさそうやけれども、兄貴はね、ほんまに犬なら誰でも大体大好きのパターンの人やからね。ちょっと撫でさしてとか言うて延々と撫で続けるからね、やばいよ。みんな気ぃつけてや。てなわけで、てんやわんやの岡村でございましたが、この後体力が尽きるまで遊びました。そして帰ってきたら、変な格好して変な体勢で寝ている兄貴と一緒にお昼寝です。では皆さん、どうもありがとう。あ、最後まで見てくれた。ほんでいいねボタンも押してくれて、チャンネル登録もしてくれんの。それはめちゃくちゃ嬉しいやん。みんなどうもありがとう。ほなまたねー。